さあ出演された皆様をご紹介いたします。ありがとうございます。久保田青年会の皆さん、お疲れ様でした。前川主健さん、主健ちゃんさん、そして東海市銀剣支部道クラブの皆さん、お疲れ様でした。金津流柳川獅子踊りの皆さん、お疲れ様でした。すごいみんな面白い。フィナーレの地方はあけぼのろの皆さんでした。お疲れ様でした。ナレックチンダミー、ありがとうございました。ありがとうございます。いやー盛り上がったね。もう終わりですか。もう終わり、あっという間でした ね、 ね、はい、だからね、はい、以上でフィナーレですけども、はい、はい、ねえ、五木先生どうでしたか。いやもう楽しかったしね、うん、もういろんな各地の伝統芸能見れるっていうのもここだけだからね、はい、また来年も来たいね。そうですね、呼びなさいね、はい、そして私をもっと歌わせなさいね。はいはい、頼むよ。わかりました。来年は五木先生ぜひお客さんとしていらしてください。お客さんかーい。いやもう楽しめますもんね、皆さんね、お客さんとしててね、本当に改めて伝統芸能の魅力感じましたよね。はい、永田先輩はいかがでした。いやーよかったですね。いろんな初めてね見れたのもたくさんあったんで、うん、これからまたあの沖縄の芸能をもっともっと知りたいと思ったし、こうやって交流もたくさんしていきたいなと思いましたね。ね、あまさに明け戻ろうっていう感じでしたね。はい、ね、ありがとうございました。はい、はい、バイバイ。ありがとうございます。会場の皆様ですね、はい、一緒に勝ち走で最後踊って盛り上げていただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございます。これで、うん、沖縄芸能フェスティバル2019、うん、はい、明けもどろは全てのプログラムが終了となります。はい、しょべい、はい、出演者の皆さんに改めて大きな拍手をお願いいたします。お疲れ様でした。お疲れ様。皆さんまた来年お会いしましょう。さようなら。ありがとうございました。ありがとうございました。